お元気ですか？僕趣味です。今日は牛すじカレーをね食べていきたいと思います。これはね牛すじとカレーってねめちゃめちゃね相性がいいですからね。私はこれはね結構期待しています。それでは早速ね、お皿によそって食べていきたいと思います。はい、盛り付けました。ちょっとね見た目がねあんまりね良くないですけどね、ね、せっかくね食べていきたいと思います。うん、まずこう入れてねのっとって普通はねガブって食べちゃうんですけどね、今回はねこういう試食動画なんでねちょっと上品にね食べていきたいと思います。ではいただきます。うん、早速ね牛すじが入ってます。すんごいねなんかねほろりと溶けちゃってね、もうなんていうかあとはもうないような感じでございます。なんか牛すじってね難しいですよね。結構長時間かけて茹でなきゃねいけないですからね。私もねやったことあるんですけどね、結構これね難しいですよね。もつ煮込みとかね作った方は多分わかると思いますけどね。うん、じゃあもうちょっと食べてみます。うん、辛さの方はねあんまり辛くなくてね、味が結構なマイルドな感じでございます。これはね辛い人がだ辛いねダメな方はねいけると思いますね。うん、これぜひ一度ねこの牛すじカレーですね、神戸ハイカラ食堂さんのね、書いてますけどね、もしよかったらね購入してみてはいかがでしょうか。で次もね、カレー試食カレーレトルトカレーの動画でございます。次回はですねこちらでございます。銀座六三亭料亭のまかないカレーでございます。なんか銀座六三亭って言ったらねなんかピンとくる方もねいらっしゃると思いますけどね、そうですね鉄人がね、プロデュースをしてるカレーなのかな、それをね紹介したいと思います。ちょっと今ね氷がねちょっとね落ちた音してしまいましたけどね、ご了承ください。金曜日か土曜日に出したいと思いますので、よかったらそしてもご覧ください。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。なおね、さっきのカレーはね、コミュニティにもあげておりますので、よろしくお願いいたします。